私はフリーアナウンサーの佐伯ゼッターランドひろこ。わあ、アユが跳ねてますよ。アユは綺麗な清流にしかいないんです。夏のレジャースポット紹介のロケ中だ。ただこの手の情報系ロケは超過密スケジュール。白い砂浜、青い海、これぞ夏です。うん、バーベキュー最高。宿泊するお金もないし、1日で 3,4 箇所行くこともザラ。疲労困憊で彼氏の千原ケイトさんの家に帰り夜を明かすが、嘘、何これ。ね、シーツがびちゃびちゃ。もしかしてバーベキューのお肉焼けてなかったのかな。発汗に下痢と体調に違和感が出ていた。なんだか最近些細なことが引っかかる。なんで半熟なのよ。待てよゼッターさん。私ごめんなさい。大丈夫だから。かと思えば思考を塗りつぶすような不安感も襲ってくる。要するに極端に情緒不安定になってしまった。気にしなくていい、きっと疲れてるんだ。また連絡するよ。ごめんなさい、ケイトさんの優しさに救われてばかりだわ。君がいてくれて救われているのは僕もだよ。彼に気遣われてその日は早々に帰宅することに。その後も謎の不調は続き、ある日、何これ。鏡を見ると首の付け根がパンパンに腫れ上がっているのだ。尋常でない倦怠感もあり、もう放置できないと覚悟を決めた。また悪い病気かもしれない。もし手遅れだったら。不安に押しつぶされそうになりながら病院へ行くため部屋を出たが、階段を降りようとしたその時、足に力が入らない。私の体は糸が切れた操り人形のように操作感を失い、階段から転がり落ちた。次に気がつくと私は病院のベッドに寝かされていた。病院？よかった、目が覚めた。怪我は幸い軽い打ち身ですが。怪我は？ああ。言い淀む先生を前に不安感は肥大化。そして先生は重たい口をようやく開いた。検査の結果、佐伯さんはバセドウ病を発症しています。え、バセドウ病？先生曰く血液検査で甲状腺ホルモンや自己抗体に異常値が見つかったそうだ。バセドウ病は喉にある甲状腺の病気です。甲状腺は脳下垂体という内分泌器官の働きでホルモンの分泌が促されていますが、何らかの理由でホルモン分泌を促す自己抗体ができてしまうと、ホルモンが過剰分泌し身体に異常が引き起こされるのです。原因は不明だが遺伝的要因もあり、ストレスや過労、感染症等も引き金となる。1000人に 0.2 から 3.2 人で、特に若い女性が多いですね。発症の引き金の心当たりはありすぎるほどあった。症状は不安、イライラ、頻脈、多汗、下痢、眼球突出等。体重や筋肉の減少、急な脱力もあります。階段から転落したのもどうやら病気が原因らしい。治療はいかにして甲状腺ホルモンの合成と分泌を抑えるかが鍵。ホルモンを調節する薬を出します。一緒に頑張りましょう。はい、温かい励ましに胸が熱くなった。だが一抹の不安は消え去らない。通院しながら薬物治療を始めたとある朝。暑い、喉が痛い。焼けるような喉の痛みと38度を超える高熱が出たのだ。慌てて病院へ。そうですね、薬物治療で稀に無下流急症という副作用があり、白血球が極端に減って感染症などの危険が。そんな。思考が体に追いつかないまま即入院の判断が下った。その後薬による治療は中断せざるを得ず。嘘、目がどうされましたか。いやだ、爪もなんでこんな。落ち着いてください。眼球突出に爪の変異はバセドウ病の顕著な症状。体が変わってしまう様は心を殺した。筋力の低下は止めどない。大丈夫？このまま悪化したら私今度こそダメかも。意識が鮮明な分より精神的に追い詰められていった。くじけそうになったその時、ゼッターさん。さん、治療すれば良くなるから。でも見ないで。ダメ、帰ってください。私病気でみっともないの。ゼッターさん、変わり果てた今の自分の姿を愛する彼に見られるのが辛かった。彼はそっと私の頭に手を当て、病気は人を選ばない、誰の身の上にも起こることだよ。もし君の姿が変わってしまっても僕には些細なことだから。優しく寄り添ってくれた。何度も重病にかかりながらも克服して頑張る君のひたむきさ、そのたくましい精神を僕は尊敬していて、近くにいたいと思ってるんだ。千原さん。彼の言葉が折れそうな心の琴線に触れる。私には人気アナになる夢があるし、応援してくれる人たちがいる。私絶対病気に勝って早く元気になります。ゼッターさん。そうだ、病気に負けてなるものか。
早速先生と治療方針を相談する。選択肢は放射性ヨウ素を服用するアイソトープ治療か手術ですね。手術はちょっと、職業柄喉の手術はできれば避けたかった。一方アイソトープ治療は副作用や声枯れの心配もない。ただ6ヶ月は避妊が必要です。大丈夫です。避妊は胎児への放射能の影響を考慮してたが、治療自体は安全らしい。私は無事治療を終え、ホルモンの数値も正常に戻り。よく頑張りましたね先生。いろいろお世話になりました。眼球突出の治療もうまくいき、病気前と変わらぬ外見に戻った。定期検診は必要だが、再発の可能性もほぼないという。会期祝いにレストラン予約してるんだ。ありがとう、すごく楽しみ。闘病を支えてくれた病院スタッフと彼には感謝しかない。